今日午前10時ごろ、京都市左京区の東丸田町の交差点で、路上でおばがイノシシに襲われていると消防に通報がありました。消防などによりますと、68歳の女性が路上でイノシシに服を引っ張られて転倒し、病院に搬送されました。怪我の程度は不明です。京都市内では、今朝からイノシシの目撃情報が相次いでいました。中の敷地内に入っていって、で中で多分10分ぐらい格闘してて、でこの隙間からシュンって抜けちゃったんですよ。イノシシは体長1メートル程度で、午前10時半ごろにおよそ2キロ離れた路上で足などに怪我をした状態で歩いているところが見つかり、警察が縄やさすまたなどを使って捕獲しました。